ヨドバシ教会は、ホーリネス運動で最初に誕生したウェスレアンホーリネス、教団の教会。ホーリネス運動の中で重要な役割を果たしてきた。ヨハン教会やクリスチャントデートの関係が深い。初代牧師、笹尾哲三郎現在のヨドバシ教会1901年、中田茂春とチャールズカウマンが、東京神田神保町に中央福音伝道館を設立する。 しかし、この時点では教会を形成する予定はなかった。1904年に活動の拡大に伴い、聖書学校が淀橋町柏木に移転し、東京線教会聖書学院に通称柏木聖書学院になる。聖書学院で集会が行われるようになり、教会が形成され、聖書学院教会と呼ばれた。菅野都が聖書学院教会の牧師をしていた。 1911年の聖教団事件の際に聖書学院教会と神田の信徒で日本聖教団ヨドバシ会と呼称するようになる。笹尾哲三郎が食卓で初代牧師に就任する。10月29日に聖書学院行動で聖書学院教会とヨドバシ連合が礼拝をした。後に聖書学院教会を閉鎖して新しい借家のヨドバシ会へ 全神徒が移ることになった。しかし、一ヶ月後に和解して、ヨドバシ会は再び聖書学院行動で礼拝をすることになった。1913年には、笹尾哲三郎が事実上ヨドバシ会を辞任して、フリーの巡回伝道者になる。1913年に、中田茂春が東洋線教会法を発表して、車田修司がヨドバシ会の担当をすることになる。 1914年4月27日に、聖書学院の外に街道を建設して、独自の街道で礼拝するようになる。中田が東京にいる時はよく、ヨドバシ会で説教をした。その後、中田茂春が、牧師に就任する。第四代目牧師の小原十三氏1917年4月27日に、小原十三氏が四代目牧師に就任する。 1917年東洋ホーリネス教会の設立とともに福音伝道館から正式に教会になった。1919年にヨドバシ会での争天二東会がきっかけになり、対象のホーリネスリバイバルが起こる。1924年街道の増築をして、2月10日より14日まで落成式と兼ねた記念聖会が行われ、中田茂春監督が説教をした。 1933年にホーリネス分裂事件が起こり、ヨドバシ協会は委員側になる。1935年に大外側を改築する。1936年には教分離によって解決する。ヨドバシ協会は正式に日本政教会の所属になる。一方、中田茂春側は聖書学院内に柏木協会を設立する。 1941年に日本キリスト教団が設立され、日本キリスト教団第6部の所属になる。1942年、ホーリネス弾圧事件により、小原十三氏が投獄される。1943年に政府よりホーリネス系の教会に解散命令が出て、ヨドバシ教会は閉鎖される。1945年にはアメリカ軍の空襲で教会堂が消失する。 戦後、小原が、ヨドバシ会再建する。教会は、新宿区百人町に移転される。1949年に、車田修司、山崎帝修村が、東洋線教会の提案により、日本ホーリネス教団を設立した。それに対して、小原十三氏、一宮正吉らが、指導者になり、日本キリスト教団に留まり、ホーリネスの軍を形成する。小原は、 中央委員長、東京聖書学校校長として尽力し、ヨドバシ会は、小原の指導によりその中心的な教会になる。1972年に、小原十三氏が現職のまま死去すると、峰野竜弘氏が五代目牧師に就任する。その頃日本キリスト教団内で、イエスをキリストと告白しなくても、教職試験を受けられる問題が起こったため、1992年に、 ミネ龍博氏が中心になり日本キリスト教団を、離脱ウェスレアムホーリネス教団を設立する。ヨドバシ教会韓国部が、ヨド環教会として1995年に独立。以降、大学キャンパス内などでの正体を隠した強引な勧誘活動や、学生宅近くでの待ち伏せ行為などが問題となっていた。多くの大学で注意喚起がされていたが、 偽装サークルが大学内での活動認可を取り消される、たびに別のサークル名で活動するなどしていた。2014年、主幹牧師の近畿東が長年にわたり、教職者や信者に対して秘密裏に、常習的なセクハラ行為や性的暴行、障害を加えていたことが被害者により告発された。同年8月14日、東京会役員は、 近慶東に対し数億円の退職金を支払い、違願退職の形で辞任させた。役員のほとんどが近慶東の親族だったため、解任ができなかったと言われている。また副牧師の柳定君が、教職者や信者に対して牧刀によるオーダーを加えて、いたという暴力事件が、主幹牧師のセクハラ事件発覚と同時に、数名の被害者により報告された。被害者の中には、 強度の打つ状態になったり、PTSD を引き起こしたりする者も,もいた。中田茂春伝216ページ、中田茂春伝341ページ、中田茂春伝249ページ、日本キリスト教歴史大辞典、P266AB、ヨハン教会の問題点。川島賢治、2019年11月9日閲覧、ヨハンワセダ教会、 設立15周年記念の偽装勧誘。やや日刊カルト新聞。2019年11月9日閲覧。日本の先兄弟父、女性協約者に対する常習的なセクハラの疑い。ニュースンジョイ。2019年11月9日閲覧。ヨハン協会、近景東牧師の事件で、協会へお詫び一連の経緯を説明。クリスチャントゥデー。 2019年11月9日閲覧、教会がカルト化するとき、命の言葉者、ありがとうございます。